はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は賊狩りイベント討伐戦新武将登場ということでやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、こちらですね、我が沢では6月7日の14時から討伐戦普通の賊狩りですね、イベントが始まりまして、この前回の動画でもちらっと話しましたけども、新武将が手に入ると。こちらSSR800 なんだ今回。石川一正ということですね。今までは吉川元春、小早川隆景だったんですけども、あっちはね、全部850でしたけども、今回800ですね。まあ、戦力とか戦法の内容とか、細かいところはまた別動画でね、しっかり石川一正紹介していきたいと思いますんで、まあ、パッと見っていうところで見ていきましょうか。戦力4400に、統率武勇。まあ、知略が若干高め、まあ、政治が高めと、陛下が BCSC と、もう弓で使ってくれという感じですかね。で、先方防身の思惑、海、自身と一門所属味方3部隊に、あ、治癒なんだ。3部隊に治癒 5%、知略 2% 類化。で、敵2部隊に知略 200% 攻撃と、あと動揺不要と。で、間隔30秒の範囲狭い、基礎連鎖率 16%。なるほど。まあまあ、なんだろう、使いやすい戦法内容になってますね。で、技能が再起と参謀か。なるほど。まあ、副将、参謀がついてるってことは、まあ、副将か与力で置いてくださいね、という感じでしょうか。列伝。奥川家、橋場家、軍師、重岡教養。ああ、そう。これ、パッと見ですけど、橋場家、軍師、重岡で、竹中半兵衛と合いますね。これ16%でしょ ?12 の8、20、28% 上がるよ。めちゃくちゃ相性がいい。弓の竹中半兵衛隊の副将に置いてねっていう感じの武将ですね。なるほど。まあまあ、真田幸隆とか、黒田官兵衛とか、あの辺持ってない人は石川一正副将に置きますよっていう感じか。なるほどね。ふむふむ。秘伝は?あ、弓増員か。なるほど。弓の兵力上がるやつですね。なるほど。今までの吉川とか小早川とは違って、大将張るのはなかなか厳しいですけども、もう明確な役割、官兵衛の副将という明確な役割がある分、分かりやすい性能をしてますね。なるほどね。というか、竹中半兵衛の副将以外の役割がなさそうだ。まあ、そんなところですね。はい。じゃ、これがですね、イベントでどんな感じで手に入るかというと、討伐戦の、6万、ポイント6万ポイントで全部取れますという感じですね。まあ、ちなみに討伐戦のこの報酬はですね、まあそこそこいつもの討伐戦って感じですね。うん。普通にまあ6万ポイント目指してとりあえずやって、あとまあ余力があればその先進めていくぐらいでいいんじゃないでしょうか。6万以降の景品を見ると、まあまあ、陛下玉、交易品、名所投与、秘伝軍令、あ、16万まで行くと、銅線玉鋼、他になるのか。20万か。20万はしんどいな。族の獲得ポイントがですね、大体、50族で獲得ポイント600。で、60族で700でしたね。ただ60族はそんなにいないんで、まあ50族を何匹倒すかっていう計算でいいんじゃないかな。あ、やり、倒しちゃおう。存在、なんで存在しない対象が出てきてんだよ。まあまあこれ見ると720。これはまああの、銅線持ってる強だからですね。普通のやつは700ですね。ということで計算すればいいんで、まあ100匹倒せば石川一正全部手に入る計算ですので、石川一正手に入れるだけだったらそんな大変じゃないかなとは思います。1日25匹ずつぐらいやればいいのかな。期間がね、6月11日、日曜日までなんで、まあまあ、期間がある方かな、いつもよりは。うん。という感じですかね。あとまあ、一問ポイント報酬もありますね。あと、順位報酬もあります。順位報酬が300位までに入れば、石川一正の有効ポイントがプラス250手に入るよ、と。いう感じ。まあこっちも300位以内目指せばいいんじゃないかなと思います。はい、討伐戦と石川一正さんの紹介はこんなところですね。尺がね少し余ってますんでガチャでもやっていきましょうか。ハーフアニバーサリーで手に入れた名所東洋城と、あと何だっけ、7日祭か、手に入れた確定チケットがありますんで、これちょっと引いていきましょうかね。
確定チケットがシーズン3の SSR どれか1枚と、7種類、6種類だ、ガチャだからね、6種類のうち誰か1人が出ると。影響割合は、うわ、 3.333% か。なるほど。なるほど。もう9割は、850部署と。で、10% の確率で、テンプ900のこの3人のうちどれかが出るという感じですかね。テンパーか。テンパーは引く自信ないな。行ってみましょう。任せて。ああ、もうダメだよ。光ってないよ。ああ、もうダメだ、この演出。これで900だったことがほぼない。あ、ボタンじゃねえかよ。いらないよ、そんな損失。ああ、かぶった、秀長だ。なんでかぶるんだよ。まあ、いいや。腕を磨いておきますね。小巻角が欲しかったな。まあ、いいや。はい。で、あとね、名所東洋城。あと44回で天賦900確定なんで、これ回していきましょう。まず、波数で4枚からやります。ああ、また鈴ちゃんポチポチやってなかったな。おっと !900 確定枠じゃないところで、腕が光った。これは楽しみですね。誰だ？さてさて、900確定ですよ。誰だ？竹中半兵衛。おー、来た！よっしゃ！来た！来たよ！竹中半兵衛よ、いらっしゃい。いやー、ようこそ竹中半兵衛。なるほど。いいぞ。弓隊作ろっかな。完全に、全然弓隊作ろうと思ってなかったよ。よし、どんどん行きましょう。なんか今日、来る気がする。はい、演出はまあ普通。10個目が確定と。おっと、2人確定でどっちも姫じゃねえか。なるほど。5人目に姫1人。で、10人目が確定枠なんで、あそこも光ってるんで姫1人と。お、キツノ来るんじゃね？キツノ！お、キツノ！よし！よーし、くも、イコマキツノ来た。もう被っちゃっていいよ、これ。被っていいよ。イコマキツノを被っていいよ。まあ、ちょっと飛ばそう、これ。頼むよ。さあ、誰でしょう？姫部署。ポタンですね。あ、松ですね。松。松はもう超過してるかな？多分。後で確認しよう。まあ、バンバン行きましょう。おー、でももう、キツノがノラで出てくれた。おっと、蓋が光ってる。あー、筆は光ってない。うん、振らないね。一振りと。おねむちゃんサクサク行こうかな。はーい。まあ、この前回こうやってサクサク行こうかなーっつったら結構ね、パターンを飛ばしてしまってましたね。はい。さあ、誰？あー、大元節制か。なるほど。竹中半兵衛と組んでくれと言わんばかりに出てきましたね。はい。なるほど。あと20回で900確定と。おお、また札光ってる。筆は光ってない。2回振ってもいいよ。振らない。あ、バンバン行きましょう。メゴ姫、これ。さあさあさあ。いやー、ここはね、10連でね、SSR2 枚は出てくれるはずなんだけどね。いやー、ニワちゃんだ。ニワちゃんは使ってないですね。はい、じゃあここで天賦900確定枠。さあ、誰が来るかな？参ります。さあ、誰が来るかな？お、振ってくれるぞ。もう一回振れ。お、振った。3回振り、来たぞ。これ、すずちゃん、ポチポチしない方が来るな。よしよし、いいぞ。おー、ちょっと飛ばしてしまった。ポターンでしたね。柿崎だ。ちょっと、ポターンあるかもしれないから、やめとこうか。飛ばすの。ということは、今回これ10連で4人か。やるじゃねえか。か誰？諏訪姫。うん。まあ、いいや。使ってないけど。お、本庄重中結構出るな。もみが出て。さあ、ここは誰だ？前田利家か。もう使ってないんだよな。はい、天狗春久と。さあ、ここ。天賦900確定枠。おお、剣心来た。よし。またこれでうちの騎馬隊が強くなるぜ。腕を磨いておきますね。よし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 。まあ、こんなもんでいいでしょう。履歴見ていきましょうか。か、剣心出たね。よしよし、使ってる武将よかった。あとはまあまあ、大元先生がいて、
生駒キツノが出て、竹中半兵衛がこの竹中半兵衛はクリティカルだな、よく出たなこれで。確定枠で、特別あの SSR 確定枠のチケットで秀長という感じでしたね。なるほど、竹中半兵衛対雲かどうか迷うな。お待ちしてます。もう弓なんか上げる気さらさらなかったんだよなどうしようかな。半兵衛出ちゃったか、どうしようかな弓対今から組むのはきついから、多分羽柴秀吉の隊の負傷に置く感じになるかな。うん、ただ生駒キツノは使えそうなんだよね。キツノキツノいた、はい、鉄砲が S なんですよね。織田信長の鉄砲隊に配置できるかなと。内助慈悲いいのついてますしね。なるほど、はい、じゃあそれでは以上でございます。なかなかいいガチャだったんじゃないでしょうか。竹中半兵衛出ましたけども今組めません今シーズンはちょっと使わないかな。うん、こんな感じでございます。はい、じゃあそれでは今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。